第、あ、何回でしたっけ？ 12回ぐらい、シャーペンニュース、シャーペンです。お願いします。ということで、今週のモンストの、まあ、あれとかをまとめる動画でございます。頑張ります。まず、ナスカ、獣神化、火属性でしたね。火曜日にカナン降臨するんで、光かと思われましたけど、まさかの火属性で、ナスカという性能がこちら。はい。スピード型の素浴びにキラーを持ってると。神キラー、ユニバキラー、共に M と。で、今回友情のスクランブルレーザー L、まあ、公式で発表があって、ニュースの直前に。これまであったスクランブルレーザーが M になるらしいですね。 M になって、今回は L ということで、まあ、太くなるんですね。すごい画面がごちゃごちゃになりそうですけど、これに乗るんでキラーが、まあ、23回は相当取り返しますね、最適性を。あとビーラの極み強そうですね。 SS で回復もできる底力もあるんで、クエストのコンセプト合ってますし、多分ビーラの極み用にも作られてますね、これ。結構即戦してる人も多かったんで、結構いい獣神化だと思いますね。今ユニバーもね、そんないないですけど、これから出てくる可能性もあるんで、割と未来もありますし、いいと思います。ということで、おめでとうございます。続いて、シティハンターコラボ開催決定。結構古い作品ですよね。もう30代の方とか、その辺の世代の人はドストライクなんですかね。まあ、ちょっと僕もあんまり知らないですけども、こういうのってね、知らない作品を知るきっかけになるんでいいっすよね。なんでも大歓迎ですよ、僕は。で、内容なんですけども、今回ガチャはないですね。課金要素はないと思います。コラボと同時に C イベントが開催してまして、スターダストエージェント2ってのが、これガチャあるんですけども、降臨がないんで、おそらく1月の後半は、ガチャは新イベント、降臨はシティハンターという感じで進んでいくのではないかと思われます。まあ、降臨が星5キャラが2人、星4キャラ2人って感じですね。もしかしたら常設もあるかもしれないですね。で、新しい要素の絆 V メーターってのありまして、これがフレンドとマルチをするとポイントが溜まっていって、で30ポイント貯まると、まあ、今ある V メーターのように1体から5体ランダムでドロップする。絶対にマルチでやれとは言わないですけども、確実にこっちの方が効率はいいですね。フレンドと4人マルチするのが一番効率がいいと。できれば友達か Twitter とかでフレンドを集めて周回した方が早いと思います。で、なんか XYZ ミッションっていうミッションもあるらしく、まあ、これは詳細は後日らしいですね。まあ、新しいですよね。新イベとコラボが同時進行っていうのは、まあ、両方ともね、頑張っていきましょう。そして、まあ、いろいろとキャンペーンがありまして、まあ、今は司令とストライクロードが始まってますね。で、今回報酬にミラクルミンがあるんですよ。しかも2個。いや、ミラクルミンはですね、まあ、負けなきゃいい話なんですけどね。負けた時に毎回出てくるのがちょっと苦手ですね。多分僕は近畿で使えるんで、さっさとクリアするために。でも一応ね、取っておくのもいいと思いますね。これからもしかしたら使うタイミングがあるかもしれないんで、1個ぐらいは取っておくのも良いかと思います。で、ニュースで発表された星玉キャンペーンというのもありまして、開催期間が1日だけでしたね。まあ、画像を見ると分かるんですけど、期間中に星玉を引くと初獲得のキャラクターが絶対に出るよというキャンペーンが始まるらしく、これは、まあ、いいイベントですよね。自分の持ってないキャラクター狙えるのは。2体目とか狙ってる人にとってはちょっとね、邪魔なイベントなんですかね。でもこれ何でやるんですかね。今画像だと一新イベントでやってますけど、これだと劇場も入るんですかね。まあ、これも詳細待った方がいいですね。一応星玉は貯めれる人は貯めた方がいいと思います。ということで、今週はコラボ発表が本当に意外でしたね。まだ来ないと思ってましたもん。楽しんでいきましょう。まあ、よかったらコメント欄から皆さんが気になった話題とかありましたら、どしどしお待ちしております。あとぜひチャンネル登録もしていただけると、こんな感じで毎日モンストの動画投稿してるんで、よかったら登録していただけると、投稿していくモチベーションにつながるんで、どうかよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。さよなら。